僕のユキノが「俺のこと好きだ」って言ったいや正式に言えば盗み聞きまあ聞こえちゃったからしょうがないってやつなんだけど俺にはいつ言ってくれるんだろう あれれあれは、幻聴だったのかなあのさ、雪の。何俺に何か言いたいことない何かって心当たりすらなさそうな気配。い、市宮ど、どうしたのそれはこっちの、セリフじゃーあ イチノミなんで好きだって言ってくれないんだよどこ見て歩いたんだそれこっちのセリフなんですけどえっ,えっ何してんだよストーカーそストーカーじゃないわよじゃあなんでこの学校の敷地内にいるんだあんた達がどうなったか 気になって別に何も変わりませんけどこいつが厄介なんだよなあの夜電話してたのもこの女っぽいしシュートかっつうのだって